こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごい、思いやった時に出てきた。すごい。目違うから、私今日何もしてないよ私は。こんばんは。すごい、あめちゃんだ。みみさまさん、ありがとう。ちょっと待って待ってね。トシさん、くもちゃん、ありがとう。こんばんは。前髪が踊ったから、いいよすごい、周りがさ、めっちゃ可愛くなっとる。あれかね、ホワイトデーかな、白っぽいから。ホワイトデーか。こんばんは。すごい、あー、待って、すごい、すごいありがとう、たっちゃん、ありがとう。たっちゃん、くまちゃん、タワーかけるに、ありがとう。タワーかけるに、ありがとう。ありがとう、くま。ありがとう。嬉しい。今回もなんかイベントやってるのかな。ありがとう。ももちゃんがポーズしてるときに言っとき、嘘待って、ももかめっちゃポージングしてたんだけど、どうだろう、できてたかなありがとう。こんばん、こんばんは。美肌パックホワイトデーってさ、甘いもの系じゃないの愛のキューピッド、愛のキューピッド、ありがとう。テーマパックチケット 50は難しいやろ50は難しいけど、えパックどういうことってなってる今そうなんだ。美肌とかしてる。私ね、美容が一番好きだから、お菓子が一緒にねえ、ホワイトデーやけん、なんか甘いもの、でも多分バレンタインで甘いものだったから変わったのかな。おかしい、え、何のパックだろう。
今までで一番喜ばれたホワイトデー、手作りシューマイ、シューマイ、シューマイ、メイク用品結構が、うん、そう、メイク用品ばっかにお金をね使ってます本当に服とかあんまり買わずにメイクにね全部注いでしまうんですよ向かって。こんばんは、こんばんは。ふふふ、やはみまる、ヤーナパックもプレゼントできるかな。20万ポイント目指したいけどそのね、どう、今日はね全然メイクしてないよ。まつげと、まつげじゃない、眉毛だけ。ももが好き、ももが好き。目の下地でそうプレゼントしたままに。十分か、本当に？お盆も書いてた。ありがとう。今日の松屋は優しいよ。あーびっくりした、配信止めちゃったかと思った今。止まってないよね間違えたかと思った、ウェルカムコメント書いて危ない危ない、大丈夫だった。桃が好き、桃が好き。こんばんは。大丈夫だった、よかった、止まってたうそ、治った？ただいま、ごめん、なんかあれ飛ばさせてちゃったみたい、ごめんね。よしよし、ありがとう。ひな祭りの思い出はみんなとここでひな祭りの和菓子食べて歌歌ったおかえりなさい、ただいま。ひな祭りの最初のやつ目指したいです。ももえ最近なんです、この間ここに書こう。ひな祭りって言った今、ホワイトデー嘘、待ってちょっと待ってよ。ひな祭りって言った？間違えた、間違えた、あ、あ、あ、流れていた、流れていた固定にしてないから流れてた。おねだりね、本当パックが欲しかった
ハックが欲しかった。そう。こんばんは。目のマッサージ機、そう。目のマッサージ機ママにプレゼントした。誕生日まだまだなのに。そう、こんばんこんばんは。フライングゲット、そうですよ、フライング。だって今疲れてるかなって思って、今疲れてるかなと思ってプレゼントした。そう、こんばんは。次だけあげよう。小指がね、こうやってなるんよね。私。そう。まつげがちょっと強くなった今。もっちゃんもこ組のみんなから覚えてるお菓子もらえるから、みんなにあげてた。いっぱいもらってるけどね、すでに日々日々もらってるよ。こんばんは。こう、ペットボトルで飲む時も小指はどうだろう。でも私マイク持つ時もこうやってなってる時ある気がする。まつげほらちょっと強くなった。もがしきもがしき時々なってる。え、そっか、みんなの方がさ見てるから。卒業したまつげくす、まつげくねー迷う。うん、下見一回してみて、うん、やっぱいいやって思ったらやらんしみたいな感じですね、もうかさんは。でもね、まつげパーマはねどうしてもね目が腫れちゃうからね、まつげパーマが一番いいけどできないんだよね。しなくてもすごい、ありがとう。最近はでもめっちゃまつげをほんまに褒めてもらえるので嬉しいです。全然しょうがないんですけど、マックシェイクが。今日はダブルチーズなんか食べてないです。買っただけ。これ、あ、あとあれなんだっけ、ね、一口チュロス食べました。紙手に入れてない、お腹いっぱいの時に買ったから。そうなんよね。シェイクはチョコ。まつげ見始めてから一番成長してるパーツ。そう、私加入して、加入してからまつげを上げてなかったんですよね。でもだからめっちゃ変化したよね。ももちゃん一口じゃ食べるね。ももちゃん
まーちゃん一口でもじゃ食べられなかったかもしれない。ね、くら寿司でチーカーコラボあるんだよね。私も見たよ。でもね、聞いてほしい。ももとさ、ママがさ、あのお寿司食べに行ってもね、あ、ビックラポンって5回5皿に1回できるんだけど、私たちあんまり食べられないのよ。だから2回ぐらいしかできないから当たるかわからないのよね。そうだから大食いして、大食いの方一緒に行きましょう。ももとももとママで行っても本当に10皿お、あ、1人6皿とか7皿とかで、まあ3回もできるかできないかみたいな感じなんですよ。そのビッグダーボンのあのくじみたいなやつが。だからそう20皿いい、すごそうなんよ。だからみんなみんなで行ったら絶対当たる。20皿食べる、もう4回もできるじゃん、すごい。私さ6皿とかしか食べないからさ、1人1回とか。そう、みほりんはみほりんと一緒に行ったらいっぱいだけどかもしれない。40はすごすぎる。40、一貫物を食べるしか、確かにね、それがいいかもしれない。もし絶対引きたかったら。でもさ、引けてもさ、ももがちゃんが当たるとも限らないっていう悲しさよね。1貫しか乗ってないお高い、そう、100円で1貫みたいなやつ。おう、まあ、モースで6皿とかで普通に食事して、いやね、聞いてほしい、本当に、あの本当に聞いてほしくて、前のイモースの、あのイモースのお寿司食べた時はもう本当に朝からだったの、10時とかで朝もうももはもう朝からそんな食べれない人だから、もうなんかしかもすごい忙しい時期で、もう体調も悪くて、でも大食いしなきゃと思って、やばいやばいと思いながら、そう行ったんですよ。そうで、でもももの中では6皿でもう結構もううってなってたなうってなって、しかもそう、でもさみんな頑張ってるからさ、ももかも、でもそのそれでもまあももの中では頑張ってたのね。でもさ、普通の食事みたいになっちゃうからさ、もうとにかくさとにかくもうももはもうごめんなさいって気持ちでお茶を飲むしかなくって、そうだからあんまり食べられない、一気に食べられないことが大食いには、ま、本当に向いてないから、ロケとかも本当にそういうのは、あ、なんか頑張ってない子みたいになっちゃうやん。なんかもうどうしようどうしようって脳内ではずっと叫んでました。あ、もうどうしたらいいんだろうみたいな、まだななぜあとでもこれ以上食べたらもう無理かもしれないと思って、食べるのも遅い。そう、なんかでもそう周りのみんなからしたら、おうおうかさ全然食べてないやんって感じになっちゃうじゃん。だからすごいそれをずっと焦ってた、あの時は。ああ、私がもっと大食いだったらなって思いながらそう、手伝ってあげてありがとう。もう大食いしたって聞いてなかったから、意外と食べるよって言ってた。なんか私って一気に食べられない、変なのかもしれないけど一気に食べられないの。でも1時間後とかに食べれるの、また何かをパクパク。だからなんか消化が早いけど早いみたいなだからもう一回イカ水です、めっちゃ
そうだからめっちゃすぐお腹空くけど一気に何かをわーっとは食べられないみたいな、もうよくわからない体質、自分でも自分のことがよくわからない体質なんよ。そうそう、だからなんかちょっとなんかご飯そう食べたらまたお腹空いたなと思って夜食べたくなるんよ。だからもう耐えられないみたいなお腹が空きすぎて耐えられないみたいな、量より回数食べたい。そうだから食べ歩きとかは得意なんよ、どっちかっていうと。そうでも困るのはなんか料理普通に頼んだら一人前で結構大きく大きいものが来た時に本当にどうしようってなるめっちゃ量多いやんやばいみたいになっちゃう、いつも頼んだ時に。ご飯行って、そうご飯行ってすぐカフェ行く、そう時間が経てばねお腹空くから。定食とか量かた、そうなんよ、もともとの一人前の量が多いところとか行ったら結構どうしようっていつもなってる。いいことなんですけど、ママとどっちが、ママはね小食じゃないですよ、普通ですよ、大食いではないけど。ご飯しちゃう、そうね。時間制限あるとかだね。そうね。でもね、お腹が空いてたら早いんだけどね、食べるの。こんばんは。食べ放題は別に無理ではないけど、得っていうかめっちゃ食べられる人じゃないからあんまり行かないのよね最近。なんか前は焼肉の食べ放題行ってたけど、考えたらいやそんなに食べんだったら単品で頼んだ方がいい説が私の中で生まれてきて、そういっぱい食べるんやったら絶対食べ放題がいいけど、ももの場合は多分食べ放題じゃない方がいいと思って、ちょっといいお肉をちょっとだけ頼んでご飯を頼むのにハマってる今そうだからなんかちょっと好きなお肉みたいな、いいちょっとお高めのお肉を1個か2個頼んでご飯で食べるのが、それだったら食べ放題よりちょっとは安く食べられてみたいな感じ。スーパーの時めっちゃ食べてんスーパーで私はフルーツめっちゃ食べてた、スーパーで。そうでも全然普通にいっぱい食べられる人は絶対まあ、食べ放題の方がいいよね。そう
こんばんは。何の絵描こうかしらね、今日は。こんばんみー。明日雨なの。なんか最近さ、あのさ、天気悪いね。なんかめっちゃ雨降ってる最近。悲しい。うん。くら寿司の狙いはモモンガです。なんかめっちゃ可愛かったデザイン。ソロパート声通って本当？ありがとう。うん。みちさんの卒業公演の時雪降ってた。そう、あの時にママのプレゼント買いに行ったんよ。そう、私お昼公演じゃなくて、お昼公演はスタジオの皆さんがだったから、私は夜公演に花だれ公演をさ出演させてもらったんですけど、集合が何時だったかな、2時半ぐらいだったのね。だからちょっと前に家を出てエディオンに行ったんよ。そう、公演前に行った。公演前に行って、そう、ゆっくりだったから、それママの誕生日プレゼントを買って、そしたら福引きやってますので、あのそこの場所行ってみてねみたいな、ガラ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 できるから行ってねって言われて、ガラガラしに行ったら全部白だった。外れ、外れだったよ。うん、引いたけど全部白が出た。2回だったんだけどガラガラできたの。ガラガラでは当たったことないかも。あ、でもね、ポケットティッシュじゃなくて、なんだったっけ、ここにはないの、のなんか3000円分買ったら、エディオン買ったら300円引きの券を2枚もらった。嬉しかった。あれはお母さんに買ったやつは動く、このここら辺をマッサージしてくれるやつ。なんかしかもあったかくもなるし、なんか音楽流せれる。Bluetooth つないだらジャングラできんのと思ってたこと。いいな、私ないんだよね、結構よくするやつ。うん、かな、目の疲れを取るみたいな。お家帰るとき荷物でも安静にバレなかった。うん、だってさ、それ買うじゃん、それ買ってそのまま公園に行って、で帰りにママが迎えに来てくれて、その車の中であのバラしてしまったから、あの一瞬でバラして、バレなかった、バレるっていうか、もうすぐ自分で言ってしまうみたいな。私プレゼント買ったらもうすぐに言ってしまうタイプの人間だわと思って、待てない、どうしようと思って。いや、どうぞって言ってない、なんかいいものがあるんですけどみたいな、いいものがあるんですけど16日に欲しいか今欲しいかどっちですかって聞いた気がする。そしたら
あれのエディオンで買ってきたって言ったら、え、電化製品今欲しいって言われたから今出しました。バラしてる、それな。もうね、あのね、向いてないプレゼント渡すのすぐ渡してまうからダメや。当日ぐらいに買いに行かないと思う。ダメっていうことに気づきました。うん、言いたくてしょうがない。もうなんか子供みたい、やだそう、言いたくてしょうがない本当に。店舗で試して、え、なんか試せますよって言われたけど、ちょっとさすがにやめた使ってどうだった？え、めっちゃなんか目がすっきりして、目のおなんか重たい目がさ、ちょっと重い時あるじゃん、それがすごい改善されてめっちゃよきよきでした。お花をくれなかった、なんかお花買ってないの、それを渡しました。コンタクトは外すかな、やっとだったっけ、あれどっちだったっけ、忘れちゃった。サプライズ顔、そう、それな、サプライズ顔に出ちゃうのよ、もうダメだと思って。しかも嬉しいこととかあったら永遠にママに5回ぐらい話してるんよ。だから本当に本当にね、子供みたいな性格がまだ向いてません。そう、やばいよ本当に。嬉しいことがあったりするととかなんか、え、だから今までみんなが私のためにしてくれたこととかも言ってるはず、言ってるそう、こんなこういうのこれもらったんよみたいな感じでめっちゃママに言ったり、みんながくれたアルバムとかも見せたり、いろんなそういう嬉しかったことを何回も自慢しに行く性格で、え、そうあと友達にしてもらって嬉しかったこととか、友達の好きなとことかもめっちゃ言ってしまうから、なんか基本ママは楽しいことしかママに話さない。ママっていうか家族に、もうママはずっと明るい話ばっかしちゃう。悲しいことは一人でまあなんか忘れようみたいな忘れよう、まあそう、悲しいことだったら忘れようみたいな感じの人だから、なんか人にね共有しないんですよ。嬉しかったことしか共有しないから、そう、悲しいこともみんなには多分言ってない。嬉しいことばっか話してると思う配信で今日からやったんだよねみたいな感じで、多分毎日の偉いけどしんどくない、それがなんか別に溜め込んでるんじゃなくてしんどくないんですよいや、その時はその時その時はしんどいんよ。そう、でもそう、自分のしんどいことを人に話す時間も私からしたらちょっと辛いっていうか、その時間が増えるのが辛いんよね。悲しいことを人にそう言うのが、言う時間が自分からしたらもうあんまり好きな時間じゃないから、悲しいことがあっても楽しい話をずっとみんなとか、まあ家族とかとしてた方が楽しいって思う人なんや。人それぞれね、いると思う、もちろん悩みをね人とかに相談して一緒に話すことによって心が軽くなる人もいると思うし、そう、人それぞれだと思うんですけど、モカさんはできるだけ明るい話をしたい人みたいな。たまにはないけど配信でさするとき、まあね、毎日してるからさ、そう
毎日配信してるから、なんかさすがに表情とかに出ちゃったり、全く出ないかった日がないわけじゃないと思うんですけど、そうそうそう、ちょっとそこは結構変わってるのかなって自分もなんとなく思う。こう相談した方が心が軽くなるって子の方が多いんじゃないかなって最近は思ってるよね。やっぱ足痺れちゃった。わあ。え、正座してないのに。今嫌だ。すごい今自分の。ああ。しびれた。周りの人がおーちゃんが辛そうなことをさせてあげられるといいの。いや、そんなね、難しいよ。そんなもうだってあんまり出ないからさ、顔にそれを察しなさいって言われても絶対難しいと思うから、全然もう楽しい話を一緒にしてくれたら私のはすごい救われてるから、そう、そうなんですよ。だから分かりにくいっちゃ分かりにくいんですよね、今辛いとか。まあちょっとは出ると思うんですけど、そう、でも私ママに何かあったんって言われても、今は聞かないでとか全然言うよ聞いてくるけど、それでも、そうそう、魚さばく弟子入りしたいって。あずみんが私独学だけどそれでもいいなら教えますよ。はあはあって魚さばくんです。なんかね、でもだんだん上手になっていくよ、やっぱ慣れると。まだ下手くそだとは思うんだけど、全然プロの人とかが見たらもう。家ですって、家ですねなかなかできない。ね、ある気がする。なんか言われた、言ってもらった、うまいって。もうなんか最近ね、意外とね、なんか意外とセンスあると思うよみたいなことを昔より言われるようになったんよ。なんかね、私ね、前よりね、いろんなことができるようにね、なってる気がするの。気がするって言って全然わかんない、できてなかったらごめんだけどポジティブ人間だからちょっとそう、なんかさ、なんか前は何やってもできなかったのに、最近はやろうって思ったらなんとかなってる気がする。頑張ろうみたいな、頑張ろうって思ったらなんとかなることが結構増えてきて、それなんか STU のスタッフさんに前言われたことがあって、後からめっちゃ伸びるタイプってそうだから、もうか
本当に今でできることが増えてるんですよそう、でもそのスピードは結構速い気がするんですよ、ちゃんとおーおーみたいな、ダッシュしてる今だから自信がついて、うん、まあ、気持ちの持ちようだったのかもしれないですね。あわあわして自分できないと思い込んでたみたいな、なんとか自分もできるやろうって思ったらできるようになりました。卒業発表、いや卒業発表する前ぐらいからですね、前っていうか全然それは今っていうあれじゃなくてちょっと前ぐらいからっていうあれだよ。おまんがちゃんニードルヘッド向けた、本当？結構上手にできたよねあれ。髪の毛染めてないですよ私茶色に見えるな、多分光が当たってる染めてないよ今え成長した、本当？え知ってるかな、後から伸びるタイプは上達するのやめないか、いろいろできるの、本当？頑張る、なんかいろんなのことをねできる人間になりたいです、もっと。フリーレンみたいな髪型、シルバー可愛いよね、髪がね皮膚があんま強そうじゃないんだよね。クマちゃんのさ下半身見えない、どうなってるんだ今クマちゃんの絵描いてるのにさ、このタワーのお礼の、お寿司ねまだ握れてないからちょっとこれから魚を買えるところを見つけたらやろうと思ってる。漏れちゃったね、ももか風に。あ見せてくれた今、ありがとうぷさん、ありがとう、くのしきさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、リタイトさん、チョコチョコ飴ありがとう。下はリボンになってるのか、可愛く描いちゃうよ。そういえばね、昨日は寝れたんですけど、その前の日とその前の日なんか心霊動画みたいな怪談みたいなやつ見ちゃって全然寝れなかったんだよね、悲しい。もう寝れるけどなんでそんな、いやお昼やけんさ、なんかそんな映像とかじゃなくてお話みたいなおの YouTube みたいなやつを見たんや、そういう話みたいな、なんか目では見てない、耳で目っていうか、そういう映像で怖いやつじゃなくて実際あった話みたいな、そう怪談話ですね。でも
そうね、え夜思い出すよね、あれ何なんだろうね、本当夜になった瞬間怖くなる、あれは。ちょっと桃流に可愛く描いてもいいですか、このクマちゃん。いやモーカめっちゃ絵うまい、やばい怖いね、見たくなってた、怖い、かわいそうやけどめっちゃ面白い、何なんで面白いな、モーカ寝らなくて悲しかったのに、やばいモーカめっちゃ絵うまいポジティブ人間すぎる、本当に。あ、そっか、今もう自分でハードル上げちゃってるのか、やばい、汗汗自分でハードル上げてしまった、サークリン並みの絵を着て、ええ、私そんな絵うまかったかしら、そんな絵うまかったかしら、ももの中の絵うまいよ、私の中ではうまいっていう、他のねうまい子たちと比べたら多分下手くそだけど、ももが描いてきた中ではうまいよっていう、急にね言い訳し始めたんですけど、よし、まずはじゃあ絵はもう一個あるんですけど、まず文字の方からいきます。たーちゃん、天使くまちゃん、タワーかけるにありがとう、お話し会でね、ま、いっぱいね写真を撮れたりね、お話もしていろいろ深い話もして嬉しかったです、もうこのショールーム配信で私のことを見つけてくれてありがとう、好きになってくれてありがとうね、出会えてよかったよ、ありがとう、これからも好きでいてね、めっちゃすっぴんでごめんもねありますので、撮れました、ありがとう、こちらこそありがとう、もう一個は私の、うん、そう、どこ行った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 ちらちら、よし、ちょっとハート足したら可愛いかも、よし、じゃあこの天使コマちゃんを描きました、せーの、じゃーん、え、うまいよ私うまいでしょ多分たーちゃんありがとう、ちょっと自分風に変えたけど、なんか飛んでる天使たちになっちゃった、
嬉しい、みんな褒めてくれる。可愛いクマちゃんですねって言ってくれて、ありがとう。サル、サル、トモヤサル。ウサギと猫に。食べた？ありがとう。予想超えた？上手、上手、上手。ありがとう、撮ってくれて。ありがとう、ありがとうです。ちょっとめっちゃ、めっちゃ可愛いわ。自分で、自分で書いて自分で褒めちゃった。その絵欲しい。嬉しい、そう思ってくれて嬉しいよ。お、いや、そろそろ読もうかな。この部屋ね、夜遅くに配信しすぎるとね、お隣さんに迷惑がかかっちゃうからね。そう、そう、配信部屋をね、前の部屋に戻した。お引っ越し準備があるので。モモオークション開催。この絵なんでクマなん、なんでクマなん。クマちゃんでもね、ショールームといったらクマちゃんだもんね。今日見つけたのに友達が卒業すると聞いてなかった。ごめんね、ありがとう、知ってくれて。冬眠中、確かに今冬なのに、クマ、クマちゃんいるみたいな。ではそろそろ読みます。13位のまばらしさん、ありがとう。ちんな、ふくちゃんありがとう。なんちゃってボボちゃん、めちゃめちゃ可愛い。本当？なんちゃってボボ。また写真送りますね。11のレッドさん、ありがとう。10のコディさん、ありがとう。10のユウさん、ありがとう。8のドラガンさん、ありがとう。おーちゃんの成長速度は無限大だね、ありがとう。7位のタツさん、ありがとう。もう何でもできて可愛くて素敵。全然そんなことないけど、ありがとう。6位の百之助さん、ありがとう。5位のトシさん、ありがとう。気持ちも楽しい。メッセージ動画ありがとう。モーカは絶対最後のしたけど、私卒業はピサの白目終わった。4月20になることをよろしくください。大丈夫だよ。ね、ありがとう。でも最後のおしめになれて嬉しいです。4位のプさん、ありがとう。いつも可愛い。配信ありがとう、ありがとう。感謝心にしてくれてる、嬉しい、ありがとう。最後のエビ様さん、ありがとう。二のエイトさん、ありがとう。一のタッチ、ありがとう。なんちゃってもモーブモーちゃん、可愛い。お、嬉しい。てかみんな可愛いってメール返信で返してくれて、ありがとう。ありがとう。またモブの写真送りますね。じゃあまた嬉しい。結構ありがとう、たくさん。20万ポイント目指しそう。いい夢見てね、みんなもいい夢見てね。おやすみ、おやすみ。今日かけてありがとう。いい夢見てね。今日の夢はみんなの、みんなが食べようとしているご飯を私が全部奪う夢をみんなは見ると思います。いい夢だ。おやすみ。
みんなが食べようとしてるご飯を私が全部食べます。全部食べ全部食べます。おやすみなさい。一口で全部バイバイ、またね、また明日。